勝利したものの、関ヶ原での本戦では西軍の敗北に終わる。三成は没し、雪村もまた追放の身となった。天下人となった家康は江戸幕府を開くが、豊臣家は心中を拒み、圧力を増していく。やがて決戦は避けられぬところとなった。兵力に乏しい豊臣家は秀吉御子の大名を誘うが、協力を得られず浪人を集めた。蟄居していた雪村も招き入れられる。圧倒的劣勢の中、雪村は槍を取った。再び徳川に天下との決戦に挑むために。もののふの生き様示すため戦に臨む我が槍と共に。第五は大阪の陣。もののふの意地、徳富よ。Hey!
그 빨리 세요. Yeah.
呪い刻ま、体の槍が届けた。貫く。私を止めてくださったのが姉上でよかった。殿下、あなたこそ日の本一の強者と褒めそやしています。もののふの意地は立ちました。もはや死ぬには及びません。どうかどうぞお健やかに。ここに徳川幕府のもと天下は統一された。戦国の世は終わった。